はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、金閣のお宝集め2色集まったところですね。今日はね、この金閣のお宝集め、そしてこれいきます、お年玉コイン2万ポイント当たるかもしれない。これ15ポイントとかだったら泣くけどね。そして動画の後半ではジャオカイラのね攻略やっていきます。おお、50ポイント。これちょっと外れ気味ですよね。ちょっとね、普通のコインも回したいと思います。マジか、マックス2万ポイントとか当たった人いるのかな。それにしても50ポイントって相当外れだよね。まあ今回ね、あの武道会会社の運が良かったんで、まあこれはいいでしょう。そして今武道会の優勝回数4回ですね。もうすごいよね、50回とか言ってる人いるんだよね。今日のスターティングメンバーはこちら、 S ランクザッパドキア、そして大角の神 S ランク、 SS エンマ技レベル2です。そしてノルカ S ランク、ニャーミネーター S ランク単体攻撃、こんなメンバーでいきたいなと思います。さあ、いきなり委員長出てきたぜ。まあまだね、言っても優勝回数4回なんで、まあそんなに難しくはない。まあやられることは多分ないと思います。わかんないけどね。この注射器、とにかく連打で落ちてきたらすぐ壊した方がいいです。これね、ほっとくと回復しちゃって全然倒せないんで、まあ通常のステージでは、まあ、わざと回復させてこのスコアをね稼いで Y マネーを稼ぐっていうね、そういうテクニックもあるんですけど、今回の閻魔武道会ではまあそれはあまりやっても意味がないんで、とにかく早く倒しちゃう作戦。まあそうだな、ワンフィーバーで技を全部ぶっ放して倒すのがいいかな。まあその方がね、ワインマネーも稼げるしね。まあそんな感じでいきたいなと思います。そして今回の妖怪のセレクトなんですけども、まあね、僕が育てたい妖怪を入れています。あとは気に入った妖怪、そして特殊能力持ち妖怪。おっと、落ちたぜ。これは何色だ。お、金閣の旗、黄色落ちました。これは確か持ってないかな。さあ6ポイント、特殊ボーナス2ポイントつきます。さあ3色目きましたね。さあ3回戦いきます。 Y ポイントがあんまり稼げないよね。まあステージが進んでくればこれでも稼げるようになるのかな。僕はね、今横取りありでやっています。なので横取りなしの人よりはY ポイントが稼げてるはずなんですけども、どうなんだろう、もうこの辺り誤差の範囲になっちゃうのかな。6ポイントも3ポイントも変わんねえよなみたいな感じないかな、わかんないけど。まあでも武道会はとにかくたくさん勝ち進んで、もうどんどんやり込んでいくんで、まあ6ポイントでも塵も積もればで結構 Y ポイント貯まるんじゃないかと思います。さあ落ちよう。おっと、これは水色っぽく見えるけど水色ですね。かぶりか。これね、このかぶりがね、この武道会の恐ろしいとこですよね。さあ4本目か。さあ優勝回数5回目の決勝戦いきます。さあなんとかね、蛇王カイラがね乱入してきてほしいです。なんかね、前回、まあ昨日やってみた感じ、なんか倒せそうな感じするんですよ、ジャオカイラ。まだアーマーテラスないんですけど、この SS エンマがあればワンパンできんじゃねっていうね、まあ、まだ倒せれてないんですけど、なんかそういう感触あったんで、今回ちょっとレベル上げておきました。昨日はね、まだゲットしたばっかでね、レベル低かったんですけど、なんとかね、妖怪レベル45まで頑張って上げたんで、まあこれならいけるでしょうっていう感じがある。まあわかんないけどね。まあ、あとね、ジャオカイラたくさん乱入してきたら、ちょっといろんな妖怪で攻略やっていきたいなと思います。あ、落ちない。 169Y マネー、あんま Y マネー稼げないよね。さあレベル上限は解放しておきます。そして6ポイント、特殊ボーナスが2ポイントか、あんまり意味ねえな。さあ優勝報酬は、お、25ポイント、これは嬉しい。
こない。結構優勝した時のさ Y ポイントが結構もらえるよね。これなら結構稼げるかな。どうなんでしょうね、皆さんは横取りありでやっていますでしょうか、なしでやっていますでしょうか。ちょっとねなしの人に聞きたいんですけど、どうなんだろうね、 Y ポイントってどれぐらいもらえますかね。やっぱ横取りありとなしだとだいぶ違いますかね。ちょっとそこが分かんない。今までだと、まあ、武道会ポイントはね横取りありの方がなしの人の倍稼げるんですよね。まあ、今回も多分同じような感じかなと思いますけども、さあ落ちろ。おお来たぜ。これは持っていない色か、赤色来ました。まあ最初の辺はね結構サクサク落ちるんだよね。さあ4色目来ました。残り4色。さあ優勝回数6回目の決勝戦ヌラリヒョン、いくぜ。まだね6回目なんでそんなに難しくないです。金閣のもう旗とか集めた人いますかね、どうなんでしょう。まだ最初のこの金閣あたりでは横取りはしない方がいいのか、まあなるべくしたくないよね。最悪最後の1色ぐらいはね、もしこの横取りチャンスタイム来たらやっちゃうかもしれないけど、あまりにもこの色かぶりが激しかったらねやるかもしれないけど、まあなるべくね自力でいきたいと思います。お来たぜ。またこれは黄色ですね、かぶりです。もうかぶり全く意味ないからね。そして8ポイント、だんだん上がってくるよね。優勝回数か重ねるごとに獲得報酬良くなっていきます。おお6ポイント、ここはランダムか。お今一瞬見えた見えたぞ。蛇王カエラが見えました。来ましたね。もちろん挑戦しますよ。今回はいけそうな気がします。さあ好物持ってます、大丈夫。さあ今回使う妖怪はこちら、プラチナ王に攻撃力アップ、プラチナ核ダメージカットですね、まあ HP 要因、そして SS エンマアタッカーです。そして暗黒神エンマ、まあこの辺は HP 要因っていう感じかな。覚醒エンマ種族効果狙い、このメンバーでいきます。フィーバータイム入ったらプラチナオニで攻撃力アップしときの SS エンマ、これでいけるんじゃねっていうね感じがあります。最悪ちょっとここで削りきれなかった場合は暗黒神もしくはこの覚醒エンマをねフィーバータイム明けに一発打ってやる、そんな感じでいきたいと思います。早くねこのジャオカイラ仲間にしてこのエンマとね合成したいなと思います。そしたらあの超強力な闇エンマが完成するっていうね。まあ言ってもまだイベント始まったばっかなんで、さすがにまだちょっと難しいかなと思いますけども。さあフィーバータイム入りました、溜まりました。攻撃力アップからの、さあお願い SS エンマ。さあ好物与えます。さあものすごく懐きました、本当かよ。お行ったぜ、お願いします。あー落ちず、350は今ね。まあそう簡単には落ちないか。27ポイント結構稼げるね。大体わかりました。次会った時はねちょっとゲットしたなと思います。今回ねやってみた感じなんですけど、蛇王カイラがね結構な確率で乱入してくるような気がします。まあわかんないけどね、この昨日やった感じで、ね、もう毎回と言っていいほど蛇王カイラが乱入してきました。まあどうだろう、言ってもいつものことかな。なぜかトーナメントの最初の辺ではむっちゃ乱入してくるけど、途中から全然出現しなくなるっていうね。だいたい4つ目のお宝解放したあたりから急に出なくなるっていう。お落ちました。これは
青色を持ってない色ですね。ニュー来ましたよ。順調ですね。お宝集め、そして5ポイント。さあ残り3色、これ一気にいけるかな。さあ優勝7回目の決勝戦いきます。ちょっとね、先ほどとパーティー変更しました。まあ、ワイマネ稼ぎもできるメンバーでいきたいなということでちょっと変えてみましたけども、あでもね、このパーティーだとワイポイントがなボーナスつかないんだよね。まあどっちがいいかだけどね、ボーナスはわずかなんで、まあでも今さらワイマネーもなっていう感じもあるしな。さあ優勝報酬は、おお8ポイント出ない。さあ優勝8回目の決勝戦いきます。なんだ、ジャオカイラが出なくなったぞ。どうした、なんか倒せるようになると出なくなるっていうね、これも仕様なんでしょうか。トーナメント優勝した時の獲得が毎回なんか Y ポイントがあるよね。 Y ポイントプラスアイテムみたいな。 Y ポイントは多分ランダムだよね。僕がさっきやってみた感じ最高25ポイントくらい、もっとでもあるのかな、多分あるよね。1000ポイントとかね出たら嬉しいなと思いますけども。あー落ちない。730Y マネー、これでもそんなに稼げないね。そして5ポイント。さあ優勝報酬、ここで一気に来てくれ、横取りチケット欲しい。あー20ポイントでもまあまあいい方でしょう。出ない。さあ毒シャッコ行くぜ。これ仲間にできたらいいんだけどね、もちろんできませんよ。さあお宝があと少しっていうところでなかなか集まりませんね。さあ横取りに備えてこのね、ザッパ土器やレベルをね、なんとか50まで上げておきたいなと思います。確かね、今回横取り時の強さアップの特殊能力がザッパ土器やが大、そしてドンドロが中、そして牛汁が中なんだよね。なのでまあなんとかね、ガシャからうまくザッパ土器やゲットできた人は横取りがだいぶ楽だと思います。おっと落ちた。これはそして8ポイント、やっぱワイポイント重視の方がいいね。さあ残り2色、いよいよ今日解放できるか。さあスーパー店長、今回ね、今横取りのねパーティーもね、いろいろ考えてます。どこを狙おうか、まあザッパドキアとドンドロは入れようかなと思ってます。まあドンドロは中なんでそれほど効果はないと思うんですけど、まあドンドロ薄ら影ということで、勇まし豪傑狙いの場合はね、パーティーに加えるといいんじゃないかと思います。どうなんだろうね、今回みんなどんなパーティーで周回しているのかなかなか読めない。まあでもね、エンマ族が結構増えてきたんで、意外とねエンマパーティーで回ってる人が多いような気がする。おっと落ちました。しかしかぶりですね、 青色。そして8ポイント。さあ残り2色のまま進まない。さあ優勝回数9回目の挑戦です。なんだ、急にジャオカイラ乱入してこなくなったぞ。さあフィーバータイムに必殺技打っていきます。何かとこの太陽神はやっぱり使える。この謎り消しで消してる間にね、技ゲージが溜まるっていうのがいいよね。そして SSMR、 そしてもう一発いくぜ、ザッパドキア。さあフィニッシュ。
さあお宝落ちろ、落ちない。さああとはジャオカイラオノシュス、そして8ポイント。さあ優勝報酬は、おお25ポイント、これは嬉しい、大経験値玉。そして来ない、何なんだ。